はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、マーケティングです。マーケティング戦略を作る時のフレームをご紹介します。こういう順番で、こういう観点からマーケティング戦略、マーケティングを作っていくよという話になります。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はマーケティングについてです。で、内容はですね、前半と後半で大きく分かれると思います。で、前半はそもそもマーケティングとは何か、これは私の理解というか解釈、一言の定義があるので、それをご紹介します。で、後半はそのマーケティングの定義からですね、マーケティング戦略をどうやって作っていくか、その作っていく時のフレーム、5つのポイントがあるんですけれども、5つポイントに絞ってマーケティング戦略の作り方を見ていきましょう。はい、ではまず前半はですね、そもそもマーケティングとは何かです。皆さんはもしマーケティングとは何かと聞かれれば、どのようにお答えになるでしょうか。マーケティングについてはいろいろな表現の仕方が、様々な方がされています。で、私のマーケティングの一言の定義があるので、今回はこの場ではそれをご紹介させてもらいます。で、マーケティングとは、顧客から選ばれる理由を作る活動全般です。もう一度繰り返すと、マーケティングというのは顧客から選ばれる理由を作る活動全般になります。最後に活動全般と言っているように、かなり広めに私はマーケティングを捉えるようにしています。で、ポイントは2つあって、顧客からというのと、選ばれる理由、特に選ばれる理由だと考えています。じゃあ選ばれる理由って何なんですけれども、例えば買ってもらえる、使ってもらえる、お店に来店してくれる、ウェブサイトであれば訪問してくれる、指名される、こういったものを含めて相対として選ばれる理由というふうに、選ばれるというふうに言っています。で、顧客から選ばれる理由なので、あくまで選ぶという行為の主体者は顧客、お客さんなんです。つまり自分ではない、あくまでこう他人がどうやって自分たちの商品とかサービス、ブランドを選んでくれるか、ここにどんな理由があるか、もしかしたらその理由というのはお客さんは自覚していないかもしれないです。それでも何かしら無意識の中にも選んでいる理由があるはずなんです。その選ばれる理由、お客さんが選ぶ理由、これをしっかりと見出す。そしてその選ばれる理由を実際に自分たちが実現していく。そうすることによって、偶然に選ばれるのではなくて、意図を持ってその選ばれる理由を高めていく、確率を高めていく。これがマーケティングだというふうに捉えます。はい、ここまではマーケティングについてでした。なんとなくでもマーケティングの考え方、顧客から選ばれる理由を作る活動全般とお伝えしたんですけれども、イメージを共有することはできたでしょうか。で、ここからはですね、じゃあマーケティングの戦略を作っていくときに、どういう観点、どういうポイントに沿って見ていけばいいか、作っていけばいいかというのを5つに絞ってご紹介をしていきます。はい、マーケティング戦略のフレーム、これは私がよく普段から使っている、意識をしているものです。で、最初に5つ、キーワードだけポイントを言って、その後にそれぞれについて補足していきます。で、5つのキーワードなんですが、ターゲット顧客、競合と市場、これが2つ目です。3つ目が先ほどの選ばれる理由、4つ目が実行施策、そして5つ目が振り返りです。もう一度順番に言うと、ターゲット顧客、競合と市場、選ばれる理由、実行、そして振り返り、この5つになります。ではもう少しそれぞれについて深く見ていきましょう。はい、1つ目、マーケティング戦略でまず考えたい、考えるべきだと考えるのは、考えるべきなのはターゲット顧客は誰かです。自分たちの顧客の定義をする。どういう人たち、誰が、どんな人たちが自分たちのお客さんなのか、しっかりと顧客を定義をして、その顧客を理解をする。特に顧客課題ですね、どういった問題を顧客は抱えていて、その問題を解決するためにどんなニーズ、あるいはニーズにもなっていないような奥にあるその気持ち、消費者インサイト、顧客インサイトを持っているか、こうした複合的にお客さんのことをしっかりと理解する。これがまず第一、マーケティングの本当に前提となる、しかしすごく重要な情報になります。で、2つ目が競合と市場環境の理解になります。で、お客さんを設定すると、顧客を定義すると、競合が見えてくるんですね。というのは、私の捉え方なんですけれども、競合というのはあくまでお客さんの頭の中にあるその選択肢の候補だと考えるんです。例えばお客さんが何かをしたい、何か買いたい、何か欲しいと考えたとします。その時に選択肢がいくつか頭の中に思い浮かぶはずなんです。で、その選択肢の中で、仮に自社が、自分たちの商品とかサービスが入っていたとして、それ以外の他の候補が
ありますよね。でその他の候補というのを競合というふうに見立てるんです。だから順番は最初に顧客を定義して、その後にそのお客さんの頭の中に描かれるできる選択肢、そこにある競合へという順番になります。でお客さんとか競合が見えてくると市場環境が出てきます。で市場環境を理解する、どんな競争環境なのか、市場の規模もあれば、その市場の変化の速さ、成長性、どれぐらい競争が激しいのか、あるいは今後参入してくる参入障壁の高いか低いか、こうした観点から市場を理解していきます。はい、ここまでは5つのポイントのうち2つまででした。ターゲット顧客、そして競合と市場になります。で3つ目が、ここが先ほどのマーケティングの私の定義、顧客から選ばれる理由を作る活動全般と言ったんですけれども、まさにここから選ばれる理由を作る、選ばれる理由は何かというのを見出します。そのためにはここまでやってきたことですね、顧客を理解して市場、競合も含めた市場を理解する。そしてその次に自分たちの理解です。自己認識、自分たちはどんな特徴、どんなこうリソースを持っていて、そのリソースをどういうオペレーションに回しているのか、自分たちのこう強みとなる源泉となるものは何か、こうした自分たちの特徴を把握して、それと相対的に競合と比較する。そして参入している市場でどんな特徴を発揮できるのか、その先にいるお客さんは誰なのか、こうしたことを総合して自分たちが選ばれる理由は何なのか、ここを見出していきます。で選ばれる理由というのは、別の表現をすると提供する価値なんですね。お客さんに提供する価値です。価値があるからこそお客さんは選んでくれる、こんなふうに考えます。で4つ目のポイントは、その選ばれる理由を実際に実現する施策、実行プランとか施策、マーケティング施策を作っていくことになります。でこれをベースになる考え方というのは、その選ばれる理由を作ったので、その本当に実際に選ばれるというのを少しでも、1% でも確率を選ばれる理由を確率を高めるための施策、それを実行に回していく、これが4つ目の観点になります。偶然選ばれるというのではなくて、こう意図と意思2つですね、思って選ばれるような少しでも確率を高めていく施策、これが4つ目になります。そして最後5つ目なんですけれども、振り返りです。で振り返りというのは4つ目の実行からつながっていきます。実行をやれっぱなしではなくて、しっかりと振り返りをして評価、検証して評価をする。で評価をするポイントは、何がうまくいったのか、施策として行ったことがどのように選ばれる理由につながったのか、1回だけ選ばれるのではなくて今後も選ばれ続けるかといった観点からも、しっかりと何がうまくいったか、そして一方でうまくいかなかったこと、想定と違ったこと、どんな前提が違ったのか、どのようなリスクがあって、それが実際にネガティブの方に作用してしまったのか、こうした機能しなかった、うまくいかなかったことも合わせて検証、評価をします。そこから結局我々がやったことはどういう意味があったのか、次に得られた学びとか教訓は何か、こうしたことをしっかりと振り返る、実行と振り返りをセットでやる、これも大事な観点になります。はい、そろそろクロージングになります。今回はマーケティングについてでした。マーケティングとは何か、顧客から選ばれる理由を作る活動全般でした。そしてマーケティングの戦略の作り方、フレームですね、を5つのポイントから、5つというのはターゲット顧客、2つ目が競合と市場、そして選ばれる理由、これが3つ目です。4つ目が実行、そして最後振り返り、この5つをしっかりとやって戦略から実行を回していく、そうすることによってマーケティングの成功が少しでも上がっていくというふうに考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録とかフォローをしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。